USM1917 ナックルダスター第1次世界大戦当時のもので突き刺すことに特化した水のような刃を持ち斬撃には使えない形状トレンチナイフは残酷のような手狭な場所で白兵戦を行うための戦闘用ナイフである一般に私物のナイフのうち格闘戦に向くものをさすが残酷戦となった第1次世界大戦中には 専用装備としてのトレンチナイフも開発され、配備された。中世に発明された銃は、普及を続け、近世には、銃剣の発明により、不評の武器は小銃に統一されたが、刀剣や銃剣を利用しての白兵戦が、盛んに行われていた。当時の銃はまだ、ライフリングがないマスケット銃であり、命中精度が悪かった。 銃の射程の短さから戦争の中心は、野戦での機動戦であり、残酷のような野戦追記は、防御に徹する時しか構築されなかった。ドイツ軍の対人地雷を掘り起こす際に使用された、アメリカ軍のトレンチナイフ、第二次世界大戦中の撮影戦争の近代化と、飛躍的な火力の増大に伴い、敵の銃火から身を隠す、必要性が増大していった。 特に第一次世界大戦において、機関銃の大規模運用により正面突撃を完全に破壊し得る河川が完成し、発達した鉄道網による迅速な増援、補給が行われたことによって、従来の戦術で残酷地帯を突破することは困難になった。この過程で、戦争の中心は、従来の野戦から敵の残酷を制圧することを目指す残酷戦へと変わり、 白兵戦も従来では、平原の広い空間で使いやすい、白兵武器、つまり槍の代用として、前が取れる着剣小銃や、馬上斬撃に向く長剣より、狭い空間で使いやすい、白兵武器が重要になっていった。このため、兵士たちは、あり合わせのナイフや、長な、残酷を掘るために使う、シャベル、棍棒などで、白兵戦を行った。アンリバルビュスの小説。 放火は、第一次大戦の前線を舞台にしているが、攻撃前進の直前、兵士たちにキッチンナイフが配られる描写が出てくる。この中で、残酷戦に向いたナイフが選び出され、トレンチナイフと称された。第一次大戦が長期化すると、正式な兵器としてのトレンチナイフも開発され、兵士たちに支給された。専用に作られたトレンチナイフは、 残業の劣悪な環境下でも確実に使えるよう工夫が凝らされている。泥や血などで汚れていても滑りにくいグリップを備えており特徴的なナックルダスター状のフィンガーガードを備えるものがよく知られている。ナックル状のガードは確実にナイフを保持できる上に拳で殴りつけるように攻撃することも可能にしている。 狭い空間でも取り回しが良いように歯渡りが短いものが多く、それでいて殺傷力を落とさないように一つによって、深い傷を与えやすいダガー状の歯を持つものが多い。着剣小銃と共に持ち歩く、副武装という性格上、携帯性を向上させるためにも小型の製品が多く、折りたたみ式のものもある。狭い残酷内でかがんでいてもとっさに取り出しやすいよう、 シースを、すねの横などに取り付けることもあり、その装着位置や、鞘を、長靴の中に差し込んで傾向する場合もあるため、ブーツナイフとも呼ばれる。第一次世界大戦末期には残豪を一つ一つ、制圧していくのではなく、戦車や、浸透戦術によって突破するという着想が生まれた。第二次世界大戦では、 電撃戦に代表される戦術の改良によって、残豪戦による降着を克服することに成功した。そのため、第一次大戦のような大規模な残豪戦は起こらなく、なった。さらに非対称戦争では型に見える戦線すら、存在せず、その傾向は、さらに顕著である。そのため、残豪内での白兵戦を想定しての装備は、廃れていき、 グリップガードを備えるような本格的なトレンチナイフも姿を消していった。一方で、もう一つの白兵兵器であった銃剣は依然として各国軍で使われ続けている。現在の銃剣はほぼ例外なく剣型銃剣である。上に、ナイフとしての性能を高める傾向があり、着剣せずとも手持ちでの近接戦闘に使用しやすいものになっている。 そうすることでナイフを銃剣に一本化し、余分なナイフを持ち歩かずに済むからである。このため、トレンチナイフのようなファイティングナイフは、ますます帰り見られなくなっていった。一方で銃の進化も、白兵武器の価値を低下させた。すでに第一次大戦末期には、接近専用の短期間銃が発明され、残後内の戦いで、白兵武器を圧倒している。 不評の主力武器である小銃も、世代を重ねるにつれて、近接戦闘能力を向上させており、ナイフは戦闘用の道具というより、山刀のような雑事用の道具になっている。無論、玉切れや故障、乱戦など銃が使えない状況のために、最後の武器として戦闘用ナイフが使用される余地は、残されているし、ナイフを支給することによって、 兵士の心理的負担の軽減も期待できる。しかし、前述の通り軍から支給されるナイフは、ナイフとして使える銃剣という形で集約されてきており、トレンチナイフを支給されることは、ほぼない。歴史的に武器は支給品よりも自弁が一般的だったが、近代以降は、工業規格に基づいた武器が、軍隊から支給されることが主流になった。 刀剣などの白兵武器は弾薬や部品の供給を心配する必要がないため、私物のナイフ類を持ち込む兵士が珍しくない。それらがトレンチナイフと呼ばれることもあるかもしれない。ありがとうございます。